ます。1978年に BD バスの名前でポリドールで出たんですね。その後いろいろ紆余曲折になってクリスチャンになっちまって、それでエコーマって名前でシブラフやったんですけど、4年前からまた再結成して BD バスって名前でやってます。今日はクリスチャンのみんなのためにスピリチュアルな曲も準備しています。最初の曲はインスタントラブ。I'm not afraid to die.
こに俺には星が見える。君たちに見えるか。木村先生はあれを10回掴もうとして失敗した。ダメマリオだ。俺はグッドマリオだけど100回失敗した。ちなみに撮ったらモテ気になるんですか。え、撮ったらモテ気になるんですかね、スターが。あ、イエスイエス。友のために命を捨てるようになるんだよ。俺たちは諦めないぜ、キリストの星、シャイニングスター。
してるなと思って感動しました、本当に。なんか3日合わ、楽しい3日合わさればかそ目して名刺ベストとか言うんですけどね、やっぱり本当にちょっと額がないのが彼のちょっと欠点ですけど、テーマ荷物は大丈夫。Thank you.
してる曲だよ。おいわけファンク。
の人にはおなじみの曲さ。
テンションだって僕は信じてるんだ。ちょっとトラブルが多すぎるけどな。でもきっとそこからいろいろ得るものあって、最後はハッピーエンドだから、みんな安心していこうぜ。イージーライダI'm not afraid to die.
Yeah.